さらさん文学部行ってみたいと思います。で、設問形式はこういう感じでございます。で、問いの8番の A 作文は対策動画がありますので、今回は色のついたところを行ってみたいと思います。で、皆さん A 文の行数160行を超えますが、全部行きますので頑張っていきましょう。サムさん第一段落でございます。一読をお願いいたします。続いて第二段落です。サムさん第三段落でございます。設問の指示はこちらでございます。皆さん、このあたりヒントにしていただいて大丈夫ですからね。皆さん、解説はホワイトボードでしますね。さらさん、行ってみたいと思います。本文は上の方、そして模範解答下の方に書いております。まず、目に飛び込んでくるのは、この言っていつとざっとではないかなという感じがいたします。ラージリー副詞。で、from this tradition 前置プラス名詞。で、両者ともに就職語ですので、M と書いておきますね。で、it is と that の間に M がやってきたら、一瞬で協調構文と判断してよかったですね。で、皆さん、強調されてるのは it is と that の間ですので、この強調されてるところは最後の方に訳していただけると、綺麗に決まってくるかと思います。ですから、主にこの伝統からであると。という風に皆さん、この模範解答最後の方に記載してますからね。で、皆さん、that の後ろの構文どうなってますかということなんですが、まず皆さん、コンマとコンマの間に入ってるものは M、つまり副詞でございます。そうすると左側カルチャーが主語で、スプリングス生じるという動詞があるのがわかりますね。ですから文化が生じるのは主にこの伝統からであると。で、あとはどういう文化なんですか。で、皆さん先頭ほとんどのモーストですね。大部分のコンテンポラリー、現代における。で、皆さんカミングオブエイジ。もちろんカムオブエイジという熟語を聞いたことがある方も多いかと思います。青年に達するとか成長するという意味でしたね。ですから直訳すると青年に達する文化。ここに書きました。で、少なくともこの青年に達する文化というふうに書いておけば、まあ、なんとか点数はもらえるかと思います。ただ皆さん、いまいちピンと来ないという方も実際いらっしゃるはずです。じゃあどうしますかと言われたら、これは和訳以外のところでも何度も何度もお伝えしておりますが、困ったら委員会を探しに出かけていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、青年に達するとか成長する。その委員会がですね、この該当歌手の左側にあるんですね。これですね。グローイングアップ成長する。じゃあ誰がと言われたら、ヒズ。主人公ですね。ですから、現代における主人公の成長物語という文化が生じるのは、みたいな感じで訳していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん次のポイントはこれでございます。まずわかるのは、皆さんインクルーディットですよね。含んだよーということですから、他動詞でよろしいかと思います。で、皆さん、他動詞の後ろに目的語がありますかと言われたら、後ろコンマしかないので、目的語ないですよね。ですから、思い出してください。他動詞の後ろに目的語がなければ、過去分詞ということでよろしかったですね。で、もちろんそのあたりをご存じないという方、実際いらっしゃるかと思いますので、その解説動画のリンクを概要欄に貼っております。だと皆さん、思い出してくださいね。副詞の働きをしている過去分詞。それを分子構文と呼んでましたよね。で、あとは皆さん分子構文の左側に名詞があれば、意味上の主語というふうに呼んでましたよね。ですから、サリンジャーが含まれると訳すのが正しい訳し方ですよね。で、あとは皆さん分子構文だと分かっておりますので、左側から右側へ、こういう感じですよね。訳し下げていただけるとよろしいかと思います。ですから、まとめますね。ほとんどの現代における主人公の成長物語という文化は、そしてそれはサリンジャーが含まれますが、それがスプリングス生じるのは、主にこの伝統からであるというふうに訳していただけるとバッチリです。続いて第4段落です。第5段落前半です。すみません、第5段落後半でございます。問いの2番文法問題でございます。皆さん、まず、and の右側、このサニッシュの単数の s に注目しましたよね。ということは、and の左側、これですよね。ですから、両者三人称単数ですので。で、この皆さん、フィッチ、ディナイズがかかっているサイコロ図。ここに繋がるんじゃないかなと思って、選択肢を眺めてみるんですが、ないんですよね。なので、一つ左側戻っていただけますと、current thinking ありましたね。ですから、正解は c でよろしいかと思います。続いて第6段落前半です。サミさん、続いての問題はこちらでございます。皆さん、these と言っておりますので、直前の複数がヒントですよね。
ですから正解は1とザヤザー、このあたりですよね。まず一つ目はこのあたりですよね。つまり性格は幼少期に形成され、そして固定されるというビューズですから、考え方。そしてもう一つがこの四角括弧のあたりですね。性格は生まれながらに不安定で、見つけることとか理解することはできませんと、という考え方みたいな感じでまとめていただけるとよろしいかと思います。続いての段落です。第9段落です。次の段落です。さあ、続いて和訳お願いします。サルさん、本文と模範解答を書いてみました。まず出だしですが、 Fen viewed in this kind of cynical light で、もちろん in と light でうにゃうにゃの観点からということでよろしいかと思います。で、this kind of cynical light ですので、この種の霊障的な観点から見ると、the notion of finding oneself、自分を見出す概念ですね。それが starts to look natural ということで、それが皆さん less で否定されております。ですから不自然に見え始めるんですね。ただ皆さんご存知かと思いますが、less 非欠球、それを強調する even がくっついておりますので、一層不自然に見え始めると。あとは最後に than before ですから、以前よりもということですね。で、あとは皆さん模範解答下にメモっておりますので、皆さんご自身の回答と見比べていただいて、採点していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん先ほどの段落の後半です。続いての段落です。それでは次の段落でございます。設問の指示こちらでございます。選択肢は今からお見せいたしますね。それでは選択肢こちらでございます。皆さん空所の前後で言い換えを見つけてくださいね。例えばシフト、移り変わりの言い換えが見つかりませんかね。もう一回シフトが出てきましたね。これもそうですね。転がっていく様子、そして時の経過ですよね。もうこれで見つかりましたね。正解は C、 フルイディティ、流動性という意味でよろしかったかと思います。ですから全て動きがあるものですね。もちろん A、 キャピタリズム、資本主義の言い換えはなさそうですね。 B のカタルシス、感情の浄化もないですね。 D、 プリシジョン、正確性。ですから空小獣問題は言い換えを見つけるのが皆さんの仕事ですからね。今回は C でバッチリです。さみさん次の段落でございます。こちら問いの6番お願いします。で、皆さん、まず、フォーリー、愚かさですが、下線部の右側に書いてますよね。これですよね。社会に溶け込むことでございます。で、皆さん、説明の指示に段落全体の内容を踏まえてと書いておりますので、この段落の上の方からもう一回見直すとですね、しっかり言い換えがあるんですね。ですから、まず、この1行目と2行目を書けば良さげですね。ですから、ほとんどの成長物語ですね。で、その主人公は白人男性ですよね。で、なぜなら社会に溶け込むことが期待されてるからということでよろしいかと思います。サルさん、前半はこんな感じです。デビさん、次の文章を読んでいただけますと、またソーシャルインテグレーションありますよね。ですから、この3行目のあたりからピリオドのところまでを書いていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん訳してみますと、まあ、例えばマイノリティですか、少数派にとって社会に溶け込むことは難しいんですね。で、なんでですかっていうと、自分たちを規範に反した存在だと定義してるんですね。で、つまり自分を見出せずに社会に溶け込めないんですよね。ですから自己を見出せず社会にも溶け込めない人たちがきちんと成長できるわけがないですよね。ですからそういう人たちが主人公になってしまうと成長物語なんて成立しないんですよね。ですからソーシャルインテグレーションの言い換えはこの2箇所でございますので、書くべきところもその2箇所ということでよろしいかと思います。テベさん、オレンジのところから追加しましたので参考なさってください。それでは最後でございます。問いの7番お願いします。それでは該当箇所と模範解答でございます。まずは出だしですね。Adult food is only a matter of time ということで、皆さん大人は時間の問題に過ぎない。で、その後皆さん関係代名詞の左側にコンマついておりますので、これは継続用法。ですから左側から右側にこうやって流していただいて OK です。ですからその場合って感じで大丈夫ですね。で、その後 come of age ですね。青年に達することは、merely単に to live long。長く生きてるだけということでよろしいかと思います。
じゃあどれぐらい長く生きてますかと言われたら、それが enough to do そうですね。で、直訳するとそれをするぐらい長く生きてると。じゃあそれをすると言われたらどこを指してますかと言われたら、じゃあもちろん do 一般動詞ですので、ここですね。come of age、 青年に達する、大人になるぐらい長く生きてるだけだということでよろしいかと思います。ですから皆さん、下に模範解答を書いておりますので、これ皆さん参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、お疲れ様でございました。ちょっと皆さん、まとめていきたいと思います。皆さん、ご覧いただいてですね、レベルはほとんどが標準レベルですよね。で、もちろん制限時間も長いので焦る必要はないですよね。で、皆さん、合否の差を握るのはこのややなレベルの問題ですよね。例えば今日の問題で言うと、設問の1番でサリンジャーインクルディット、これを皆さんどう訳すのかがポイントですね。で、おそらくここをうまく訳せた方は、合格してるはずです。で、皆さん、知らない単語が全くないのに訳すのに多少苦労する、こういう特徴を兼ね備えているのは東大がそうなんですよね。ですから皆さん、やってるかもしれませんが、もし取り入れてないのであれば、今後東大の過去問も組み込んでいただけるとよろしいかと思います。ですから試験当日、東大の志望者とも戦うことになりますので、頑張りましょうね。